ぐらいだったら OK。 じゃあこれは、はい、でこれをこのボールの中で細かく刻みます。ビールの泡そんなもんかな。そんなもん。うん。そしたら3分の1砂糖を入れます。へえ、いい泡だと思います。リモすると重いからこう置いちゃって、これもここに置いちゃって、なるほど。でかい花びらもこうこうやってあのこういう感じで適当に切って、うん、でよここを落として、逆側から切って、で真ん中逆側に丸を。こうだこうだ。そう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 。猫パンラボの薄井恵美です。この教室は自宅のキッチンなのでオーブンが一つしかありません。なのでマンツーマンの授業になります。もしお友達と一緒に来たいっていうことであれば、お友達と一緒に一つのメニューを作っていただくことになりますので、よろしくお願いします。メニューなんですけれども、事前にご連絡いただいて、で私が、レシピを考えて当日そのレシピで作っていくという形でやってます。もしくはですね、ストリートアカデミーというサイトに過去のメニューですね、一部なんですけれどもアップしてありますので、そちらで申し込んでいただけるとカード払いができますのでね、ぜひご検討いただければなと思います。では皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。よろしくお願いします。